濃いかな。こっちにもいる。たくさんの生き物いっぱいいますね。ちょっと水が濁ってますね。なんかいるのか。水面が揺れてる。すごい大きいのがまた泳いでた。鳥がいる、鳥。あ、飛んじゃった。かわいい。飛んでいっちゃった。なんかあの辺いいですね。濁りもちょっと落ち着いてるかも。ちょっとこのラインを一旦攻めてみましょうかね。絶対なんかいる。最初の餌は砂釣りにしました。なんかせっかくだから奥手前奥手前みたいな感じで攻めていこうかな。じゃあこれと同じようにあと9箇所、全部で10箇所仕掛けていきます。これライン足りるかな。リール2つ目なんだけど結構ギリギリ手前。とりあえず8箇所仕掛けました。今から3時間ぐらい待ちたいと思います。何が来るかな、楽しみ。そうそう、今日の狙いはですね、夏バテ防止の天然精力剤を釣りに来ました。スッポンです。もうすでに暑いですからね、元気を出して暑い夏を乗り越えなきゃいけませんから、元気の出るスッポンがかかってくれることを願います。よし、帰ろう。帰らないけど。ラリポッピッ。
はい、集まってきた人気者。今日はですね、なんと釣りゲームアプリ釣りの達人さんとのタイアップ動画です。ありがとうございます。ラリーポピッ。仕掛けセットして3時間待たないといけないので、かかるのを待つ間にゲームして待っとく。地図手に入れた。やった。これなら3時間なんてあっという間に時間経っちゃう。今ボーナスステージに入ってるんですけど、これスタミナ50減るんですよね。ちょっと賭けですよね。どんどん減っちゃうから。50枚ベッド。たぎってしまいます。あ、この釣りの達人の詳細は番組の後半でキャプチャーしながらご紹介します。めっちゃ楽しい。お、プラスになった、プラスになった。3時間経ったので引き上げに行こう。すごく楽しみだ。いるかな、待ってるかな。日差しはちょっと暑いですけど、風があるから涼しい。次でラストだ。でもラストのやつ結構糸張ってるんだよね。ラスト行きます。お願いします。戦力剤ペッパーに合う。お、あ、ついてるかもしれない。
めっちゃすごい、めっちゃ大きいよ。やった、精力剤ゲット。大きなスッポンが釣れたんですが、抜き上げるのが少し難しいので、カメラ前さんが川に入って引き上げるのかな、どうするのかな。なんか、あ、動いてる、見えますか。なんか川に入ってスッポンどうにかしてくれるらしい。最後の一つの仕掛けにかかっててよかった。あ、なるほど、タモか。タモ。走ってる。すごい走ってる。どうしましょう。
砂ずり、砂ずりだ。砂ずり好きだったんだ。うわー、やった、ありがとう。よし、持って帰ってみんなを元気にするんだ。あー、もうなんか全部噛んでる。タモまで噛んでる。どうしよう。そういえばネットに水につけたら話すって書いてあった。やってみよう。話してくれるか。よし、タモを離した、タモを離した。よし、あとは仕掛け。あ、嫌だね、ごめんね。よし、切れた。じゃあこれから持って帰って泥抜きを始めたいと思います。いや、でも実はですね、釣れたスッポンはお風呂場で泥抜きをするのですが、おや、1週間ほど前にスッポン調査に行ってたらたまたま釣れたので持って帰ってきました。2匹とも美味しくいただきます。いやいやいや、ハットを投げてハッと驚く結果でしたね。あのスッポン2キロ弱だったから1万円から1万5千円。ハットを投げて3時間放置で1万円から1万5千円。悪くない。さっき私、車の中で釣りの達人やってたじゃないですか。その釣りの達人の中にオリジナルのお魚っていうのがいるんですよ。超レアな神秘魚っていうんですけど、それを釣るのが本当に難しいんです。なかなか出会えないんですよ。釣っちゃいましたよ。いや、でしかもちょうど録画してた。なんて幸運なんだろう。ってことで皆さんぜひ見てください。いろんなね、釣りゲームアプリだったりとかアーケードゲームとかテレビゲームやってきましたけど、釣りの達人は結構クオリティが高いですよね。小さいのになんか泳がせ釣りみたいな感じ。これかかった魚にめっちゃファイトしてる、めっちゃファイトしてる。で、これで終わらない。また来た。あ、もうこれボス感半端ない。このヒットポイントの減り具合、減らなさすぎて。すごい、この時私すごい焦ってます。あ、やばいやばい、来た来た。じゃあ、離れてく離れてく。全然回収できない。でも確実にヒットポイントは減らせてる。頑張って。100メートル離されて。で、あの下のメートルまで行ったらライン切れるやつ。結構ギリギリな感じですね。でもこの臨場感が楽しい。で、魚が力尽きる。勝った。私勝った。体力。で、試練一戦、かっこいい名前ですよね。なんか目が中二病みたいな目してるね。我が邪眼を見てしまったからには、石になれじゃないけど。ね、いや、でもすごいかっこいいお魚。まあ、この魚は、あのオリジナルね、釣りの達人さんのオリジナルのお魚が、一つの、まあ、湖だったりとか海のコースの中に5、6種類いるって。で、そのコースじゃないな、なんだ、ステージもすごいいっぱいあるので、いっぱい釣らなきゃいけないですね。なんかこういうルアーあったら釣れそうじゃないですか。試練一戦とかめっちゃかっこいいネーミングだけで買いたくなるタイプ。ちょっとそういうとこある。で、あ、
そう、こういう感じでね、お魚図鑑、魚図鑑とかもあるので、そういうの集めるの私は結構好きなので、ハマっちゃう要素ではありますね。そう、ジャイロスコープの説明ですね。この画面からラリポッピッ、よし、キャストした。で、魚がかかってヘッパニャンってしたら合わせられるんですよ。あ、一瞬で釣れた。毒魚釣れた、毒魚。ミノカサゴ釣れた。なんか実際に体動かしながらこうできるっていうのも楽しいですよね。そして最後に、この釣りの達人に私が絶対ハマるであろうという要素、対人戦があります。戦うしかないよね戦うしかない。どんだけ戦い好きなの。そのマッチング時間結構短くて、なんかすぐ見つかる。やった、海水、キーウエスト、ここ好き。私、いや、海がいい。なぜかって、私の海用の竿のレベルカンストしてるんですよ。これならある程度のお魚は釣れる。でもちっちゃいのだったらほぼほぼなんかファイト短めで釣れる。ひらめきたって、なんかやっぱ知ってる魚が釣れるのも楽しいです。で、対戦に関してはポイント制なので、上にね数字が出てると思うんですけど、相手147、私今1173で、お魚の大きさによってもポイントも違うんですけど、まあこれはね、私の竿のレベル結構ここまでいってる人なかなかいないと思うので楽勝なんじゃないかなとは思いますが、ただまあ竿のレベル上げるのも大事ですけど、ちゃんとテクニックも必要です。あ、結構なかなか相手も迫ってきてますね。ちっちゃいお魚だったらは本当何もしなくても釣れるんですけど、もし大きなのが来た時が来るかな。あ、やっぱ相手の方は竿のレベル上げきってないですね。失敗してました。トトアバってなんだ。大きなの来ないかな。ちょっと竿をつけたいですね。一気に差詰められることもあります。ちっちゃいな。あ、クロダイ、クロダイ。実際じゃあんま釣れないクロダイなかなか釣れない。で、まあ対戦時間的にも長すぎず短すぎずちょうどいい感じかなと私は思います。あ、そう、このゲージをねちゃんと見ながら、あの、まあ、ラインブレイクも回しすぎると、リールを回しすぎるとラインブレイクするので、それをね右端まで行くか行かないかぐらいでちょっと連打したりするのがこのゲームのコツかなとやってて思いました。お、なかなかやるじゃないかなんでちょっと上から目線なんだいや、竿をカンストしてたらちょっと強気にもなりますよね。あ、やばいやばい、これちょっと油断してると追いつかれるぞ。ここで一匹大きいの釣りたいな。なかなか来ないなあ。またヒラメ、8キロのヒラメってどんだけだあ、これはもう大丈夫ですね。おー、よっぽど大きいボスが相手に釣れなければ勝てるだろう。いけるかな。大丈夫、よし、勝ちましたね。これはもうこの時間でこの差があれば待ちます。竿のレベルちゃんと育成するの大事です。よし、勝ちました。あ、あなたはその竿を使っていいですか。あ、レベル15とレベル100のカンストじゃ、うん、勝ちますよね。やった。はい、今回は釣りゲームアプリ釣りの達人をご紹介いたしました。今まで釣りゲームをやったことがない方はもちろん、やったことあるんだけどなんか違うんだよなって思っている方、ぜひ一度やってみてはいかがでしょうか。詳細は概要欄のリンクをチェックしてみてください。チェック。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。